泉山363月30日1981年7月7日は日本の政治家。衆議院議員、参議院議員、大倉大臣を歴任。ペンネームは泉山ままど。山形県東田川郡山戸村小出神殿出身。河野、大田ぐ右衛門の三男として生まれる。後に長じてから青森県八戸の資産家泉山家の養子となる。 子供の頃は手に負えない乱暴者だったという。第一高等学校を経て、1921年、東京帝国大学政治学科を卒業、三井銀行に入校する。ここで、三井財閥の大物、池田茂明の目に留まり、企画部長、帝国銀行秘書役、同行調査役と衛進した。1947年に、定銀を退職し、 同年の第23回衆議院議員総選挙において、日本自由党公認で、旧山形2区から立候補し、初当選。1948年10月、当選1回の無名の新人ながら、第2次、吉田内閣で、大倉大臣に抜擢されるが、12月13日の、衆議院予算委員会に冷水状態で出席した、ことが問題となる。さらに、酔った勢いで、 議員食堂前の廊下で山下春江議員に抱きついてキスを迫り抵抗されると顎に噛みつくなどの不祥事が発覚。野党が一斉に反発し審議を拒否したことから翌十四日に隕石辞任するとともに議員辞職した。この事件を重く見た衆議院では十二月二十二日に議員は主記帯当院を厳禁とする国会決議、議場内粛清に関する決議が 全会一致で可決されている。杯を傾けながらしかし、この一件で、大虎大臣として知名度が向上したことがこうを、そうしてか、かえって一般人気は高まったと見え、1950年の第2回参議院議員通常選挙では、全国区から立候補し、得票数が七位で当選。以後、参議院議員を2期12年務めた。ありがとうございます。